さて今回開けていきますのはキャラデコクリスマス2020仮面ライダーセバです。はい、毎年恒例のクリスマスケーキのキャラデコでございますけれども、今年も仮面ライダー枠として仮面ライダーセバ発売されております。そしてクリスマス仕様のコレクションアイテムが毎年付属しますけれども、今年はワンダーライドブックのクリスマス仕様のものが付属いたします。以前キャラデコについてはね、別で動画を出しておりますけれども、とりあえず今日はケーキを食べてキャラデコの音声の確認とかしていきたいと思います。店面とか色々書かれてるんですけどね、中にケーキ入っておりますので、中身を取り出したらちょっとこの辺りを見ていこうと思います。それでは開けてまいりましょう。一応解凍は終わってるはずですけどね。おお、美味しそう。いいよいいよ、シュシュイ、おいシュシュイ、ライトの反射がすごい。はい、中身はキャラデコのクリスマスケーキとデコレーション用のパーツ、そしてハッピーブレイブドラゴンワンダーライドブックです。ちなみに箱の店面はこのようなデザインになっておりました。非常にかっこいいですね。そしてこちらがハッピーブレイブワンダーライドブックでございます。こちらの喉部分を見た感じは食玩ベースって感じですね。デラックスではありませんので、これ単体では音声はなりません。表紙ページね、サンタの帽子をかぶったブレイブドラゴンがいて、かわいいな。おい、心なしか目もすごく可愛らしく見える。裏面は QR コードとリード部分。変身ページ開けると中のデザインはホロシール仕様になってますね。すげえ豪勢な感じ。あとあれか、中のページ部分がグリーンになっててクリスマス配色になってますね。通常のデラックスのブレイブドラゴンと並べるとこんな感じで、赤色もなんか朱色みたいにちょっと明るくなってるんですね。表面のドラゴンの感じも全然違うね。こっち炎入ってるけど、こっち雪の中にいるもんな。それではソードライバーと連動。いいですね。ハッピー系僕初めて変身しましたけど、このあたり共通音声なのかな？必殺。このあたりは通常の必殺だと同じっぽいね。抜刀必殺。暗黒圏暗闇はどうでしょうか。いや、ジャークハッピーは矛盾の極みみたいな単語だな。はい、というわけでピックを飾り付けてキャラデコクリスマスケーキ完成いたしました。いい感じですね。今年は剣がモチーフなんで、剣をぶっ刺すってのがあるんだね。これはすごいいい感じ。これはプレ版版のキャラデコですね。なので以前ご紹介したやつと一緒で、フルーツはこんな感じになっております。メリークリスマスの文字のチョコレートプレートもありますね。周りのフィルムがすごい合成でいい感じですね。そしてケーキは以前食べたものと同じものですので、一口だけいただこうと思います。うん、美味しい。そして以前ご紹介したサプライズピクチャーもありますので、アプリを起動した状態のスマホを箱に向けると、コングラチュレーションズの文字とクリスマス仕様のフレームが登場いたします。はい、というわけで本日はキャラデコクリスマス2020仮面ライダーセイバーご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。